的な刑事例安全第一は、工場や建設現場などの職場において、安全を何よりも重要に考えるという意味の標語である。安全第一は、アメリカ合衆国で誕生した標語である。1900年代初頭、アメリカ国内では不景気の煽りを受け、労働者たちは劣悪な環境の中で危険な業務に従事していた。結果、多くの労働災害に見舞われていた。当時、世界有数の規模を誇っていた製鉄会社 US スチールの社長であったエルバート・ヘンリー・ゲイリーは、労働者たちの苦しむ姿に心を痛めていた。熱心なキリスト教徒でもあった彼は、人道的見地から、当時の生産第一、品質第二、安全第三という会社の経営方針を抜本的に変革し、安全第一、品質第二、生産第三としたのである。この方針が実行されると、労働災害はたちまち減少した。品質、生産も上向いた景気の波に乗り、この安全第一という標語は、アメリカ全土に、やがて世界中に広まった。日本において、安全第一の標語は工事現場や工場などで掲示されており、目にすることができる。安全と第一の間に、緑十字が配置されることが多く、旗や垂れ幕のほか、作業員のヘルメットや作業車両などに書かれる。ありがとうございます。